はい、おはようございます。エスピークです。2023年2月の18日、大平スキー場ですね。はい。ここね、第1リフト、第2リフト、第3リフトってあるんですけど、全部チェアじゃないリフトですね。で、目の前にあるのがこの大平ヒュッテさんで、横の方にあるのが駐車場ですね。まあ、ここの駐車場に停めて、まあ、そこにトイレがあって、このヒュッテで、リフト券だったり休憩だったりするというのが、まあ、このスキー場のあれですね、あれな感じです。うん、ヒュッテ内でね、特にゲレ食とかないです。カップラーメンとか売ってるんで、でお湯が沸いてるんで、まあ、勝手に食ってクリア方式ですね。で、今日これ昼間1日券買ったんですけど、これ630円なんですね。1日券630円なんとレンタル無料。はい、ということでね、もしね、来年とかでね、スノーボードとかね、初チャレンジするとか、そういう変なね、企画をね、始めようと思った時ね、若干ね、こういうスキー場でね、はい、板をね、ブーツを借りてね、やってみようかなという気持ちが若干あります。630円で1日券足すフルレンタルです。あ、ごめん、上はないかもしれない。フロアは普通でレンタルですね。はい。よし。ちなみにシーズン券は6310円。その10円何なんだよって言いたくなりますよね10倍じゃないのかよって、11回ね来なきゃいけないんじゃないかっていうね気持ちになります。よし、はい、そんな感じでゲレンデスはね意外と規模大きいでしょ。うん、頂上駅ちょっと来てねびっくりしました。あ、規模大きいじゃんって。まあコースとしては、いや、どれが第一リフトかといったら、まあ第一、第二、第三リフトで、Tバーと、なんだ、なんか違う風に書いてあったけど、全部俺にはね、あれですね、ロープトゥー、あ、そう、ロープトゥーとティーバーって書いてあったけど、俺は全部ロープトゥーに見えます。で、ロープトゥーとティーバーの違いって何なんですかね。まあちょっと分かる人ね、今度ねお聞きしたいと思います。はい、よし、じゃあ滑っていきます。とりあえず行きましょう。レッツゴー。はい、じゃあ第3リフトと第2リフトの間のところ滑っていきましょう。間のところです。まあ、ここのね、スピードね、メインのね、幅広バーンですね。よし。まあ、これもう半分自撮りモードでいいよね。よし、じゃあ行きます。雪はね、結構サバサバな感じ。よし。よし、じゃあもう一回第3リフトのお疲れ。はい、じゃあ第3リフトと駐車場の間のところを滑っていきます。ここのね、なんかコブっぽいのがあるけど、そこはね、はい、まあ参考までに見とくといいと思います。ここの T シャツはね、どうせズブズブだよね。あーって感じですね。あーって感じですね。はい、まあ、特にコメントするあれもないんで、ここパパーっとっていうか、向こう側の新宿になる。うん、なんだろう。どうなんですかね、これ。まあ当然今日の雪はベタベタで全然ダメなんだけど、もっとね、いい時期の時だといい雪になってるんだから。どうなんですかね、わかんないですね。はい、ゴー。はい、ズブズブニャーでした。よし、はい、じゃあ第1リフト通り滑ってきます。はい、以上が第一リフト沿いでした。
はい、という感じで大井川スキー場5本ばっかり滑ってきました。第3リフト、第2リフト、そしてこの第1リフト台ですね、それぞれ滑ってきましたね。まあ斜面設定はね、特にまあ見た目、まあアイデアのこの第3リフト沿いがちょっとね、シャドウがあるかな。あとね、リフト下というか横だね、横のところにコブがね作られてますね。うん、っていうぐらいでね、それが特にね、まあ見た目通りのあれですっていう感じですね。真ん中のところはね、GS のね、簡単なね、練習っぽいねポールが貼ってありますね。まあ全体的にね、ロープ2系は3本やって、この幅広ゲレンデっていう感じでちょっと予想と違いますよね。ホームページとか見た、まあ確かにホームページね、3本って書いてあって、T バー2本のロープ2、1本とかって書いてあったんだけど、まあ、確かにまあまあそう嘘は言ってないけど、そこから想像するあれよりもだいぶね、横幅広々系のゲレンデでしたね。はい、よし、まあこんな感じでね、みんなね楽しんでるね、まあ私はねこれ以上ね邪魔しないようにしようと思います。はい、うん、いや本当に今度来るときはね、1日券でスキーもスノボも下側ね3点セットねレンタルできるというねあれだったんで、まあそうですね、ハイシーズンに来てね、レンタル込みで企画ものとしてね、またね撮影しに行きたいなと思いますね。まあそういうね、あれ許可いただけたらって感じですけどね。よし、じゃあそんな感じで今日の動画はこれで終わります。この動画面白かった参考になったらグッドボタン、チャンネル登録、その他もろもろよろしくお願いします。それじゃあまた次の動画でね。じゃあね、バイバイ。